こちらの延長九伝物は、現代では不適切な表現がありますが、作品を尊重して読みますことをお断りいたします。神経、重ねが淵、第39世紀。神吉とおしずは深い中になり、おるいや三蔵の耳にも入っていました。用語解説。寝台田。 床板のこと「おしずは調子がよし酒が出るとちょっと小声で一中節でもやるから新吉は面白いからなお近しく来るそのうちに悪縁とは申しながら新吉とおしずと深い仲になりましたのは誰あって知るものはございませんけれども自然と様子がおかしいので村の者も,も感づいてきました」。 新吉は家へ帰ると女房が火けどのあとで片瓶ハゲチョロになっており真っ黒なあざの中からピカリと目が光るお化けのような顔に赤ん坊は獄門の首に似ているから新吉は家へ帰りたいことはないまたそれに打って変わっておしずのところへ来ると弁天様か乙姫様のような別品が ちやほや言うから、新吉はこそこそ抜けては、旦那の来ない晩には近くしけこんで、作造に少し銭をやれば、自由に相引きができまするが、さて悪いことはできんもので、兄貴は心配しても、新吉に意見を言うことはできませんから、おるいにないない意見を言わせる。意見を言わないとためにならん。 向こうが名主様だから知れてはならんという。夫を思うから女房おるいが少し意見がましいことを言うと、新吉は腹を立て、うち長着いたしまするのが、今までと違って実に荒々しいことをいたしては、うちを出て行きまするようなことなれども、人がよいからおるいは心配するところから、だんだん病気になりまして、 ついには頭が割れるように痛いとか胸が裂けるようだとか尺ということを覚えてただおろおろ泣いてばかりおります兄貴は改まって枕元へ来て三蔵だんだん村方の者の,の耳に入り今日は年寄りの耳にも入って捨てては置かれず私がついていて 名主様にすまないことにうちのものを洗いざらい持ち出して七に置き水街道の方で遊んでうちへ帰らずに夜になればおしずのところへしけこんでおりお前が塩梅が悪くっても子供が虫が怒っても薬一服飲ませる了見もない不人情な新吉金をやれば手が切れるから手を切ってしまえ」。 と兄が申しまするところがおるいは「どうも愛すみませんがたとえ親や兄弟に見捨てられても夫につくが女の道事には子供もありますからおっかさんやお兄様には不幸でありますが私はどうも新吉さんのことは思い切られません」とぴったり言い切ったから 「そうなれば兄妹の縁を切るぞ」と言い渡してまとめて30両の金を出すと「新吉は幸い金が欲しいから兄と縁を切ってしまって行き通いなし」「新吉はこの金を持って遊び歩いて家へ帰らんから自分は帰って面白いがただかわいそうなのは女房おるい」 次第次第に胸のむらは煮えかえるようになります。ことに子供は虫が出て、ひいひい泣き立てられ、糸のように痩せても薬一服飲ませません。なれども三蔵の手が切れたから、村方の者も,のも見舞いに来る人もござりません。新吉はいい気になりまして、いろいろなものを持ち出しては売り払い、布団どころでない。 ついには寝台玉で引っ張がして持ち出すようなことでございますからおるいは泣き言っておりますが三蔵は兄妹の嬢で縁を切っても片時も忘れる暇はありませんゆえある日用足に参った帰りがけ旧来おります与助すという方向人を連れてそーっと忍んで参りおるいの家の 軒下に立って「陽介やへえ新吉がいるようなればよらんが新吉がいなければちょっと会って行きたいからそっと覗いて様子を見てようあいつがいてはとても顔出しはできん」「まあ提言留守がちだと言うから寄ってあがっておくんなさいね」かわいそうで。 あんたの手が切れてかから誰も未明にも未にいかん。たとえあんたの手が切れても安兵衛が悪いから村の者は未明に行ったってもええがそれをいかんていから定下人の不人情も分かっていまさどうか寄って顔を見てやっておくんなせわしもおるいさんが小せいうちからおりやすから尋ねてえと思うが 尋ねねることができねえ「表であっても新吉さんおるいさんの安兵衛はどうで?」と言うと「なんだ我は縁の切れたとこの奉公人だ」「くたばろうとどうしようと世話にはならねえ」とこう言うので「あの野郎あんなやつでなかったが魔が差したので四終ははあろくなことはねえだ」 おるいさんに戸川ねえけれどもそれ聞くとつい足遠くなるわけでなんたる因果でおるいはあんな悪党の不人情なやつを思い切れないというのは何かの業だようのぞいてみなよのぞけませんよなぜどうも軒先へ顔を出すと かがまってきて、はな、のどからへってきて、くちからとびだしそうなかで、ああ、どうも、えれえかだ、だれもいねえようで、そうか、じゃあ、はいってみよう。と、ひっくれがたで、うすぐらいから、どまのところから、さぐり探さぐり、あがってまいると、せんべいのような、うすっぺらのふとんを一まいしいて、 その上へ赤ん坊を抱いて、ごろりと寝ております。かの大いに、かやもなし、かいぶしもなし、暗くってさっぱりわかりません。三蔵。はい、ごめんよ。おお、ここに寝ている。ええ、おるい、おるい、私だよ。兄だよ。三蔵だよ。おるい。あは。 はい第40席三蔵は再びおるいに新吉と別れるようにと説得します三蔵「ああ危ない起きなくってもいいよそうしていなよそうしてねお前とは縁切りになってしまったから私が出入りをするわけじゃないが」。 縁は切れても血筋は切れんという例えでなんとなくお前の迷いからこんな難儀をするどうかしてお前の迷いが腫れて新吉と手が切れてうちへ帰れるようにしたいと思っているからもう一応お前の胸を聞きに来たので新吉もいない様子だから話しに来たええちょうどよすけが友でね あれも、お前が小さい自分からの馴染みだから、どうか一目会ってきたいと言って、よすけ、こっちへ入りな。ええー、ありがとう。おるいさん、よすけでございますよ。お尋ね申してけれども、旦那にも言う通り、新吉さんが憎まれ口聞くので、つい足遠くなって尋ねませんで。 長ええ間安兵衛が悪くってお困りだろう。どんな安兵衛で。ええ、暗くってさっぱりわかりませんが、ちっとおさすり申しましょうおお。おお、そんなに痩せもしねえ。三蔵、それは俺だよ。そうかい、おめえさんか。 暗くって分からねえから。何しろ暗くってしようがない。明かりをつけなければならん。新吉はどこへ行ったいおるい。はい、ありがとう。兄さん、よくいらっしゃってくださいました。お目にかかられた義理ではありませんが、どうぞもう私も長いことはございますまいから。 一目お目にかかって死にたいと存じましても、心柄でお呼び申すこともできない身の上になりましたも、皆、お兄様やおっか様の罰でございますが、心にかけていました願いが届きまして、よくいらしてくださいました。よすけ、よく来ておくれだね。ええ、来てえけれどもね。 どうも、切られねえだ。新吉が憎まれ口叩くでな。実に、はあ、しようがねえだ。蚊が多いなあ、まあ。新吉は、どこへ行ったなに、友達に誘われて遊びに行ったと作造という馬方と一緒に遊んでやがる。いめえましい奴だ。蚊屋は、どこにある かやをつりましょう何ないのかえおるいはい茅どころではございません来ておりますものを引っ張りで持ち出しましては売りますか七に入れますかもう茅も持ち出して売りました様子で三蔵あきれますなどうも茅を持ち出して売ってしまったと この蚊の多いのによ。よすけ。だから鬼だって自分は買ってざんまいしているからかいくもねえがそれはおるいさま憎いたって現在赤ん坊が蚊にくっ殺されてもかまわんっていうな心が鬼だね。よすけやうちへ行って蚊帳を取ってきてくんな。 ううちちの六畳へつる茅がちょうどいい。「あれは六七の蚊帳だからあれでちょうどよかろう」「もしあれでなければ七八の大きいのでいい」「病人の中へ入ってさするものも広い方がいいから」時期「じき行ってきましょう」「早く行って」「へえおるい様じき行って参りますよ」 親切な男で飛びようにしてかやを取りに行きました。三蔵暗くっていかんから明かりをつけましょう。どこに火打ち箱はあるのだえどこにえかまども持ち出して売ったあきれますねどうもうちではおまんまも食わねえ良軒そういう憎いやつだ。 だだんだん手探りで台所の隅へ行って「ああここにあったあった」とようやく火打ち箱を取り出しましてカチカチ打ちまするが石が丸くなって火が出ないようやくのことで火をつけ木に移し破れ安藤を引き出して明かりをつけよくよくおるいの顔を見ると 実に今にも死のうかと思うほど痩せ衰えて見る影はありませんから兄三蔵は驚きまして「ああおるいお前これは一通りの病気ではないよほどの大病だよこの前に来た時はこんなに痩せてはいなかったが何も食べさせはせず薬一服煎じでとませる了見もなく」 出歩いてばかりいるやつだから自分には似た気もできずお前がこんな病気でも見舞いに来る人もないから知らせる人もなし物を食べなけりゃ力がつかないからこれではたとえ病気でなくとも死にます見れば畳も持ち出して売りやがったと見えて値段がところどころ剥がれてまあ縁の下から 草が出ているぜ実にどうもひどいじゃないか。ええー、おいあの非道な新吉をどこまでもお前亭主と思って慕う良犬かいお前は罰が当たっているのだよ。私がおっかさまにお気の毒だと思っていろいろ言うとおっかさまは私への義理だから。何の親兄弟を捨てて出るようなものは。 娘とは思わん、仇同士だ。病気見舞いにも行ってくれるなあんなやつは早く死ねばいい」と口ではおっしゃるけれども朝晩如来様に向かって監禁の末には「おるいは大病でございますどうかおるいの病気全開を願います」新吉と手を切りまして一つところへ親子三人寄って笑い顔を見て 私も死にとうございます。どうかお守りなすってくださいまし」と、神様や仏様に無理な願がけをなさるも、お前がかわいいからで、親の心をこしらずというのはお前のことだ。さあ、今日は新吉と、ぷっつり縁を切ります。諦めますと、お前が言えば、あんなやつだから。 30両か四十両のはしたねで手を切ってお前をうちへ連れて行って体さえ丈夫になれば立派なところへ縁づけるかさもなければ別居をしてもよいあいつに面当てだからなええ今日は諦めますと言わなければなりませんよさあ諦めたと言いなさいええおい言えないかえ 今日諦めなければ私はもう二度と再び顔は見ません。もう決して足踏みはいたしません。もう兄妹のこれが別れだ。他に兄弟があるじゃなし、お前と私ばかり。お前、亭主を持たないうち何と言ったえ。私が脇へ縁づきましても、こと言うは兄さんと私ぎりだから。 二人でおっかさまに孝行しようと言ったじゃないか。してみれば、親のありがたいことも知っているだろう。さあ、お前の身が大事だから言うのだよ。返答ができませんかよ。ええ、おるい。返答しなければ、私は二度と再び来ませんよ。第四十一席。おるいは子供のために、 実家に帰ることとができないと言い言ます「おるいはいはい」と聞かない手をやっとついてがっくり起き上がり兄三蔵の膝の上へ手を乗せて兄の顔を見る目にたまる涙の雨ハラハラと膝にこぼれるのを三蔵「これこれただ泣いていてはかえって病にさわるよ」お。はい お兄様どうも重々の不幸でございましたまあこれまでご耐性を受けました私がお兄様のお言葉を背きましてはおっか様になおなお不幸を重ねまする因果の。この説のように新吉が打って変わって邪見ではとてもそばにはいられません少しばかり意見がましいことを申せば手に当たるもので 朝着いたしますから赤がかわいくないかと膝の上へこの棒をのせますとええうるせえとこんな病心の赤を畳の上へほかし出しますそれほど気に入らん女房なれば離縁をしてください兄の方へ帰りましょうと申しますと男の子は男につくものだからこの世之助は置いてゆけと申します。 あんな鬼のような人のそばへこの棒を置きましてはみすみす見殺しにいたしまするようなものとついこの小僧に心がひかされてお兄様やおっか様に不幸をいたしますせめてこの世之助が四つか五つになりますまでどうぞお待ち遊ばしてそんなわからんことを言っては困りますよ お前どうも四つか五つになるまでお前の体が持ちやしませんよ。よく考えてごらん。こう捨てるやぶはあるが身を捨てるやぶはないという例えの通りだ。置いてゆけと言うなら置いて行ってごらん。父はなし困るからやっぱりお前の方へ帰ってくるよ。ええ私の言うことを聞かれませんか これほどにわけを言ってもお前は聞かれませんかえ。悪魔が見入ったのだ。お前そんな心ではなかったが、情けない良見だ。私はもう二度と再び来ません。思えばお前は馬鹿になってしまったのだ。あきれます。と腹が立つのではありませんが、妹が可愛いい紛れに荒い意見を言うと、 おは取り詰めてきましてシを起こし「うーんと」と虚空をつかんで横にばったり倒れましたから三蔵は驚きまして「ええー、困ったな少し小言を言うとシを起こすような小さい心でありながらどういうものでこんなに合情を張るのだろう新吉の野郎め困ったな」 水はねえかなどうかこれおるいしっかりしてくれよ。心を確かに持たなければならんよ。この大病の中で差し込みが来てはたまらん。しっかりして。と一人で手に余るところへ帰ってきたわよすけ。風呂敷包みに茅の大きなのを持って、旦那取ってきました。茅を取ってきたか。 今おるいがシを起こして気絶してしまった。ええまあそりゃおるいさんおるいさんどうしただ。これおるいさん。ああまあ歯、はあ、食いしばってえらい顔になってこれはまあ死んだにちげえねえ。骨と皮ばかりで。死んだのじゃねえ。今閉じてきたのだがああこれぎりになるかしら。 ああもうとても助かるまい。助からねえってかわいそうに。これまとてもダメだねえ。おるいさんわし小せいうちからなじみではございませんか。わし今蚊や取りに行く間待ってもよかんべえが。それにまあ死んでしまうとは情けねえ。あんな苦闘野郎がそばについているから。 近所の者も見舞いにも来ず薬一服煎じて飲ませる看病人もないこんなになって死ぬのはまことに情けねえわけでどうして死んだかなそんなに泣いたってしようがあるものか命数が尽きれば仕方がねえそんなにめめしく泣くな男らしくもねえ腹いっぱい親兄弟に不幸をして苦労をかけて これで先だった。こんな憎いやつはねかわいそうとは思わない憎いと思え泣くことはね泣くな泣くなったって泣いたってよかんべ死んだ時でも泣かなきゃ泣く時はねわしかわいそうでなんねえだよこんな立派な兄さんがあっても薬一服煎じて飲ませねえで かかわいそううだだと思うから泣くのだおめえさんも我慢しずに泣くがええまあ水でも飲ましてみようかまだ水も何も飲ませねえのかえおい俺が水を飲ませるからそこを押さえて首をこうやって硬くなっているからの力いっぱいなに腕が折れると 死んでいいいるかからやしね今水を飲ませるからなんだか言うことがわかんねえいけねえ俺が飲んでしまったしようがねえな含んでてしゃべれば飲み込むだしゃべらずにとようやく三蔵が口移しにすると水が通ったと見えておるい「うんー」。 というあよ,すけようやく水が通った通ったか通れば助かりますおるいさましっかりして水が通ったからしっかりしておるいさんおるいさんおるいしっかりしろ兄さんがここについているからしっかりしろよおるいさま しっかり押しなさいよ。洋介がこけめいっておりますからおるいさましっかり押しなせいよ。ああそっちへどきなさい頭を出すからあ痛い。大丈夫だ俺来たからよ。ああいい安兵衛だ気がついた。なんだてめえ気がつきゃそれでいいや。 気がついて泣くやつがあるものか。嬉しい涙で、もう大丈夫だ。もう一杯飲むかえ。さあさあ、水を飲みなさい。第四十二節。オルイがなんとか気がついたので、三蔵らは家に帰ります。用語解説。 盆のくぼの毛を一本抜いて、うなじの中央のくぼみの毛を三本抜くと、鼻血が止まると言われてました。おるい、はい、気がつきました。どうぞ、ごめんなすってください。三蔵、私があんまり小言を言ったのは悪うございました。ついお前の身の上を思うばっかりに、 口が出て病人に小言を言って病に障るようなことをして兄さんが思い切りが悪いのだからみんな定まる約束と思ってもう何も言いますまい小言を言ったのは悪かった堪忍してよすけ。誰小言を言ったよくねえことだあんた正直だから悪い」。 この大病人に小言を言ってこのバカ野郎めなんだバカ野郎とはけれども小言を言ったって旦那様もおめえ様の身を案じてね新吉さんと手が切れてうちへ帰れるようにいたしたいと思うから意見を言うので悪く思わねえようによ かやを持ってきたから釣りましょう。恐ろしく蚊に食われた。釣り手があるかえおるい。釣り手は売れないからかかっております。そうか、と、ようやく二人でかやを釣って、病人の枕元を広くして、あのね、今帰りがけで持ち合わせが少ないが、三両ばかりあるから、 これを小遣いいに置いて行きましょう。私も諦めてもう何も言いません。もし小遣いがなくなったら誰か頼んで取りによこしなよ。大事にしなよ。かやを釣ったからもういいわ。何をもうそんなことを言うなよ。さあ行きましょう行きましょう。よすけへー めいりましょうじゃあねおるいさん行きますよ。旦那様がケーると言うからわしもケーるが大事にしておくんなせいよ。ようくよくよ思わねえがええ。ええどうもしようがねえ帰りますよ。ぐずぐず言わずに先へ出なよ。出なったら出なよ。先へ出なってえに。 兄が立ちにかかると聞かない手をついてようやくにはい出してかやをこうまくっておるいが出まして雪にかかる兄の裾を押をさえたなり声をふるわして泣き倒れまする三蔵そんなにお前泣いたり何かすると毒だよさあかやの中へ入んな棒が泣くよさあ 泣いているから入、はい、んなおるいお兄様ただいままで重々の不幸をいたしました先だってすみませんがとても私は助かりませんどうぞご立腹でもございましょうがおっか様にたった一目お目にかかってお詫びをして死にとう存じますがおっか様に おおいいでくくだだささるように、あななたかか。らお詫びをなすってくださいませんか「もうそんなことをおいでないよ。おっかさんもまたぜひ来たがっているのだからお連れ申すようにしましょう。そんなことを言わずにくよくよせずに。さあさあ茅の中へ入っていなよ。よすけ、大丈夫だよ。 おっかさ、ま、俺が連れがてくるよ。そんなことを言うと悲しくて帰れねえから入っておくんなせいよ。はああ赤ん坊が泣くがかわいそうに本当に泣けねえ。三蔵ああ鼻血が出た。与助男の鼻血だから死さえ悪まいがけれども。 窪のくぼの毛を一本抜いて釣り毛を抜くのはまじねえだから「ああ痛えそんなにタんと抜くやつがあるかひとつかみ抜いて」タト「タンと抜けばタんと効くと思ってええ痛いわさあさあ行きますよ」と名残惜しいが2人とも表へ出るとあやにく気になることばかり。 三蔵あいたどうかしましたかえ下駄の鼻緒が切れた横なおが切れましたかえよすけどうも気になるなおるいの病気はとても助かるまいよへええ助かりませんかかわいそうにね早くおっかさま およ「何しろ早く帰ろう」と三蔵が帰ると入れ違って帰ってきたのは深見新吉酒の機嫌で作蔵を連れてひょろひょろよろけながら帰ってきて新吉「おい作蔵今夜行かなければ悪かろうな」「悪いって悪くねえって」 行かねば俺叱られるだ。行ってやってくだせ。出掛けにオラ肩叩いてな。さくさん、今夜新吉さんを連れてきないと、ぶち叩くよと言って、こう背中立てえたから。なに、大丈夫だ。一遍飲んで日が暮れると来るから、大丈夫だ。と言って声かけてきただ。 いつも行くたびに向こうで散財して酒魚を取ってもらってあんまり気が利かねえ。ちっとはうめえものでも買って行こうと思うが金がねえから仕方がねえ。金なくったって向こうでもって小づけえも俺にくれて何もはあ新吉さんなら命までも入れあげるつもりだよと姉子が言ってるから。 言ってあっておやりなせいよ。明日はまた大野郷あたりで一杯やって日を暮らさなければならねえ。仕方がねえから、今日はうちに寝ようと思って。うちに寝るって。俺が困るから行ってよう。こうこう見ね,見ねえ。見ねえ。なんだか？妙なことがある。俺のうちに蚊帳がつってある。 さて、これは珍しいな。これは評判すべ。第43席。新吉が帰ってきて、蚊帳を持って質屋に行こうとするを、おるいが必死に止めます。用語解説。塩素に足りない。日々の生活に困るということ。新吉。そんな。 余計なな口を聞くない今行き違ったな三蔵だ俺が留守に来やがって蚊帳釣って行きやがったのだなこんな大きな蚊帳がいるもんじゃねえ蚊帳をそっとたたんで離れたところへ持って行って土に入れれば二両や三両は貸すから病人に知れねえように持ち出そう作蔵だから 金というものはどこから来るか知れねえなトるべえ。てめえひょろひょろしていていけねえ病人が目を覚ますといけねえから。というが酔っておりますからはしごにぶつかってどったりばたりこれでは誰にでも知れますが新吉が病人の頭の上からそっくり蚊帳を取って持ち出そうとすると おるいは存じておりますから「旦那様お帰り遊ばせ」ああ目が覚めたか「はいあなたこの茅をどうなさいます」「どうするだって暑っ苦しいよ」今「今友達を連れてきたが狭いうちにただっ広い大きな茅を引きずりひん回して風が入らねえので」 熱くってしようがねえからとるのだぼうがかにくわれてかわいそうでございますからどうぞそれだけはおつりあそばしてすこしかねがいるからよこれをもっていってかねをかりるんだともだちのつきあいでしようがねえからもっていくよはいそれをおもちあそばしてはこまりますから。 どうぞ「お願いでお願いだって誰がこんな狭いうちへ大きな茅を引きずり引き回せと言ったここは俺のうちだ誰が茅を釣った」「はい今日兄が通りかかりまして手前は憎いやつだがいかにも棒がかわいそうだかっこいいだらけになるから釣ってやろうと申して」 うちから切りたせてなってくれましたので。れそれが俺の気に入らねえのだよ兄と俺は縁が切れているてめえは俺の女房だ親兄弟を捨てても亭主に就くとてめえ言った角があるだろうそうじゃねえかえおい縁の切れた兄をなぜ敷居をまたがせて入れたそれが俺の気に入らねえ 兄の釣った蚊帳なれば、なお気に入らねえ。気色が悪いから、これを売って他の蚊帳にするのだ。どうぞ、金子がおいりようなれば、兄が金を三両ほど置いてまいりましたから、これをお持ち遊ばして、蚊帳だけはどうか。金を置いていったそうか、どれ見せろ。 作造だから金はどこから出るかしんねえ「風紀天にありぼたもち棚にあり」と新党じが言うとおりだおいさ行くべ行くったって三両ばかりじゃ塩素に足りねえ行けねえ茅もついでに持って行って七に入れようじゃねえかまあ茅は寄せよ。 赤ん坊が蚊に食われるからと姉子が言うから三両取ったら寛にしてやって赤ん坊がかわいそうだから蚊帳は寄せよなんだよえことを言うなよえったって人間だからおかみさんが安兵衛の悪いのにかわいそうぐれえ知っていら寄せよかわいそうも何もあるもんか 何を言いやがるのだ金築匠かやを離さねえかおるいそれは旦那様お情けのうございます金酢をお持ち遊ばしてその上かやまでも持っていっては私はかまいませんが坊がかわいそうでなんだ坊は俺のガキだなんだ離さねえかよ金築匠め と拳を固めて病人の顔をポカリポカリぶつからこれを見ている作造も身の毛立つようで作造よせよ兄貴俺酒の酔いも何も覚めてしまった兄貴よせよ姉ごみ込んだら離さねえ男だからなしかたがねえから離しなさいだがたたくのはよせよ」。 なにこんちきしょうめおい頭のはげてるところをぶつと手がねばってへんな心持ちがするから棒か何かねえかそこにソダがあらそのソダを取ってくんなよせよよせよソダはお願いだからよせよなにこんちきしょう殴るぞ。 姉そだを取って出さねえと、俺を殴るから。話すがええ。見込まれたら、かやは助からねえからよ。さあ、だぜ。出さねえと殴るぞ。嫌でも殴るぞ。今度は手じゃねえ。巻きだぞ。離さねえか。おるい。ああ、お情けない、新吉さん。このかやは。 私が死んん。でも離しませんとすがりつくのを5つ6つ続けうちにする泣き転がるところを無理に取ろうとするからビリビリビリと蚊帳が裂ける生爪が剥がれる作像は「南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏えらいことをするな顔はきれいだがおっかねえことをする怖えな」。 新吉さあこの蚊や、持って行こう。あれあれ。なに爪がよう。どうちげえねえすがりつきあがるから生爪が剥がれた。みな生爪が剥がれた。嫌な色だな。血がついていら作くぞ。なめろ。嫌だ。 よせ虫持ちじゃあるめいし爪食うやつがあるもんかこのかや持っていったら三両か五両もつくかつくもんか爪を込んで借りようことの爪じゃあるめいしとずうずうしいやつでそのかやを肩に引っ掛けて出てゆきますおるいは出口へこうはい出したが 口惜しいと見えて「ええ真吉さん」と言うと「何を言いやがる」とつかつかと立ち戻ってきて脇にかかってあったやかんを取って煮え湯を口からかけると「現在我が子与之助の顔へかかったから赤ん坊は「いイ」と二子へ三声へ泣き入ったのがこの世の名残。 お「鬼のようなるお前さん」「何を言いやがるのだ」と持っていたやかんを投げるともろにこれからこれにえ湯を浴びせたからおるいは泣き倒れる。新吉は構わずに作造を連れて出てまいりましたがこう憎くなるというのは仏説でいう悪因縁で。 心から鬼はありませんが、憎い憎いと思っているところから、自然とかようなことになります。第四十四席へ続く。